宇治舞 TV 始まるよ。皆さんこんばんは。こんばんは、宇治舞です。本日も宇治舞 TV ご覧いただきましてありがとうございます。宇治舞 TV とは、私宇治舞が毎日一曲ずつ心を込めて歌った歌をアップしていく、そんなチャンネルになっております。宇治舞 TV 3月16日198日目の今日は、アンジェラアキさんのカバーで桜色です。もう桜の季節ですってね、さすが関東ですよ。3月に桜咲くんだもんね。はい、いや、私地元北海道札幌、まあ熊で言うとね、手稲区なんですけど、まあ、知らないか、手稲区なんですけどね。まあ札幌はいつもゴールデンウィークなんですよ、桜の開花予想で。今年もこの間ニュースで見たら、あの東京は3月21日だったのに対して札幌5月2日まだまだ先じゃないか。だってまだ雪ありますもんね、札幌はね。まあ、そっと北の方はね、まだ雪がありますけれども、いやーって言ってもね、こっちも寒いですよね。なかなかあの朝昼夜の温度差に耐えられなくて、で先週先々週のほら、宇治舞 TV でもちょっと魔行と那行がねかなり不自由な感じでお届けしてたんですけれども、結局あれも風邪なのか花粉症なのか分かんないまま、終わりまして、まあでもね、今日マスクなしで全然一日過ごせたんですよ。だから風邪だったのかな。もう皆さんもね、季節の変わり目ご注意くださいませ、はい。まあ、そんな私なんでございますけれども、4月にシアミュージックフェスと題しまして、全国3カ所でライブをさせていただきます。しかも無料、上と下にそれぞれ、お知らせ出てるかもしれないんですけれども、4月13日地元北海道札幌クラップソウル、そして4月17日、東京です、渋谷のシダックソウル、そして最終です、4月の 27?7 かな ?7 でしたよね、確かね。ここで確認するっていうね。はい、違いました。全然違った。4月24日、大阪梅田のアムホールというところで、それぞれ歌わせていただきます。音楽系 YouTuber の仲間たちと一緒にお届けさせていただきますので、ぜひ、こちらをチェックしてください。まあ、お時間さえあれば無料なんで、ぜひ、まあ、ちょっと聞いてやってもいいかなって思ってくれた方は、見に来ていただけると嬉しく思います。で、画面の中でしかこう会えないので、せっかくなんで生で会ってご挨拶させていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ということで早速いきましょうか。3月16日宇治舞 TV 198日目の今日は、アンジェラキさんのカバーで桜色です。聴いてください、どうぞ。沿いに咲いてた
しくて目を閉じればあの頃の自分がいる。桜色の私を忘れない。ずっとずっとずっと。ずっとずっとずっと。